はい、おはようございます。ただいま時刻ね6時33分です。早くなんでそんなチェックアウトいたしました。まだ帰るんじゃないんですよ。まだ帰りません。早朝のね鍋売りです。本日はね2021年の7月31日土曜です。さあ、連鎖はグループ技術ダイヤね、7月最後ですね。3泊の、旅行、まだね、3泊なんですが、名古屋駅ですね。東京の名古屋駅。もうね、東海道新幹線はもう運行開始してますよね。ね、移動なんですがね、夕方まで、名古屋のね、やっぱね、神戸と違ってね、朝は比較的過ごしやすいです。ね、この後太陽ね、覗いてきますと、もう暑いね。名古屋はね、夏は暑いですね。座席にね、予定いたします。夏休みの光景ですね。ラッキーとトラックで、近鉄バスです。本日はね、土曜になりますね。土日エコジップという地下鉄のね、チケット620円で、市バス、市営地下鉄。全線ね、1日620円で移動可能です。本日の場合はね、乗車するならお得です。せっかく使うならね、
ですか、あの塩粒だね、早朝から塩したのが得でしょ。桜通りだね。市営地下鉄桜通り線でございます。それはね、破れちゃいましたけどね、ちょっとこれをね今日来て、それはね後々に今日はねもうこれ汚れてもいい、もうこれね、まあ汚れてもいいんだ来てますよね。私はそんなことは特に気にはいたしませんね。服が着てね、いろんな方いますよ、私歩いてて思いますけどね、いろんな方いらっしゃいますよ、ね、いろんな方がね、人それぞれでございますからね、そんなことはね私は関係ないことです。いろんな方いらっしゃいます。神戸と違ってね、そんなこと関心持てないと思いません。私の関心持てない。何の影響もないですから。神戸人はね、余計なことのね、ちゃちゃを入れますからね、私嫌いです。こちらはね、名古屋です。ギスギスしておりません。自分自身しっかりしなきゃいけませんから、名古屋ですね。人のことなんかね感知しておりません。はいはい、改札のね、到着いたしました。まあ乗車券ね、買う光景、見てくださいませ。はじめにご希望のボタンに触れてください。はじめにご希望のボタンに触れてください。一回ね、まずこれをね、はじめにご希望のボタンに触れてください。1500円玉を切るね、戻れますよ。1120円取れます。領収書が必要な方はボタンを押してください。はじめにご希望のボタンに触れてください。全線ね、乗れる自由です。まだね、早朝なんですけどね、行きたいところで、今日はね、私今日目的はね、この鶴舞線のね、赤池より先なんですけどね、まずお知らせしておきます、ね、赤池よりね、先にございます、ね、名鉄豊田線、豊田市の駅です。
豊田市の直通線の名所通り線のね、通りの豊田市行きで、まだ少しね、改札に入りますね。はい、右折しました。これは桜田ローリ線でございます。まずね、ホームまでこの番号がありますね。電車はまだね、空いております。バリアフリールートはね、桜田通り線が一回乗り換えとなればね、時間少々ね、必要になってます。ドアが閉まります。近くかいですね。ホームに変えます。桜通り線ホームです。ドアが開きます。こちら名古屋市営地下鉄桜田通り線名古屋駅のホームです。ただいま時刻は6時45分です。こちらの乗車券でね、一日でこれで乗車可能なんです。徳重駅に乗車いたします。途中乗り換えです。じゃあとりあえずね、動画ね、こちらまでとなります。地下鉄にね、乗車いたします。こちら名古屋でございます。神戸ではございません。本日もね、7月の最後の名古屋市営地下鉄ね、桜田通り線名古屋駅、一言ね、神戸人近寄るな、以上でございます。